皆さんこんにちは、ペソでございます。横澤物語ですね。続きやっていきたいと思います。そうですね、名古屋場所、本場所でございますね。今年度後半戦ですね。番付はね、ほぼ上位陣は変わってないですね。まあ師匠さんがね、ギリ勝ち越したというところですね。では初日参りましょう。結構上と当たりますね。で、六角さんがラオウさんか。ラオウさんも結構衰えてきてるんだね。ちょっとコメント変わってましたよね。はい、四条さんは初日は腰吹雪さんとですね、結構強いからね、重量では。残ったよ、残ったよ。意外と一方的に、あ、ほんまに一方的だ。あ、ちょっと押し返した。突き落としが決まればね、勝ち星稼げるんですけどね。うわ、動かない。上半身がないから。あ、これは、新庄さんは初日黒星スタート。はい、次錦さんですね。初日のお相手は徳之峰さん。おー、追い込んでからのうちもそうか、かっこいい。はい、境町さん、初日のお相手は高瀬川さんですね。ちょっと大型のね、力士さんですね。おー、一方的だ、いいよ。そのまま、あ、いかない。あれね、子供し聞いてたのかな。まあ、とりあえず追い込んで、おー、押し倒しだ。はい、柳のまんまさんの初日は浅野方さんですね。残った。おお、一気に突きで追い込みましたね。おお、最後の突き出し。パンマさんも初日ね、きっちりいきました。さあ、六角さんがちょっと心配ですね。初日は巨漢のラオウさん。残った。まあ押し切られない形ですよね。まあまだ上半身下半身ね、77あるんでね、その辺は心配してないけど、判断力の問題ですよね。判断力と何だっけ、持続力がちょっと落ちてきてるのかな。まああとね、今場所を含めて3場所なんでね、頑張ってほしいんだけどね。わあ、追い込むねじゃなくて苦戦してるねですね。真ん中から後ろ下がってくれない。あ、ようやくいった。でもすぐね、こう押し返しちゃうんですよね。まあ六角さん投げがないからな。そう、突きに変えたね。あ、でもうわー、2つくる。おー、ラオウさんを釣る、すごい。お、生きにく、生きにく、そのまま、あー、粘る。釣りました、釣り出し。ちょっと苦戦したね。薬師さんは、初日塩見岳さんですね。神様なんかね、技仕掛けてくれたら面白いんだけどね。結構横綱に入ってからね、パワー相撲なんですよね。おお、突き倒した。富野浩二さん、中日のお相手は玉隼人さん。これね、隼人さんも2人いるからね、ややこしいですよね。玉隼人さんと玉隼人さんとね。残った。おお、上手投げ。いや、押し出し。富野浩二さんも初日出ましたね。
錦さんの内無双が超かっこよかった。四条さんはね、まあちょっと相手が悪かったですね。前吉若さんが先場所か、先場所ね、2桁負けてるのに落ちなかったからね、まあそんだけ今上位陣の数が少ないんですよね。であとは前頭のね、前半の方たちが勝ち越せなかったっていうのもあるみたいなんですけどね。では2日目参りましょう。木曽馬さんが十両の3番手にいるんですね。まあ言う方悪いですよね、あのカモ的な力士さんだったんでね。ああ、マンバさんから王さんと当たるのね、2日目に。はい、四条さんは木曽駒さんですね。あ、ごめんなさい、2日目ですんでね、2日目からはちょっとしばらく端折っていきますね。錦さんは湊川さんで、境町さんが八尾島さん、柳のママさんがラオさん、六角さんは浅野方さん、薬師さんが、玉隼人さんで、最後富野小路さんが塩見岳さんですね。うん、上位5人で錦さん勝ちましたね。あ、伊達の花さんが誉さんに救われてる。四条さんは2連敗。感じですよね。はい、では3日目いきます。ここから下とあったまだ鹿島藤さんがいるんだ。これは3連敗あるな。あの位置だと結構やっぱり最初ね、十両の3番手4番手とね、最初の 4,5 日当たるんでしょうね。でもまだ苦戦しそうですっていうのがね言われるんだね、ラオさん。はい、四条さんは鹿島富士さんですね。こちらちょっとパスしていきます。もうちょっと判断力上げたかマシになるかな思ってたんですけどね。錦さんは大国魂さん、境町さんは正気鋭さん、バンバさんが塩見岳さん、六角さんは玉隼人さん、薬師さんが浅野方さん、富野小路さんがラオさんですね。おお、上位5人きっちり勝ってますね。で、出た錦さん、イゾリーね、ブレンバスター。四条さんやっぱり3連敗ですね。前吉赤さんも3連敗なんだね。はい、ではそのまま4日目いきます。この辺だったら四条さんも勝機ある。まあ8勝7敗でいいんでね。さあ、四条さんは、あ、ごめんなさい、飛ばしますよ。荒羽黒さんね。どうしても新羽黒さんとかって言ってしまいそうになりますけどね。錦さんは安房桜さんね。境町さんは八ヶ谷さん。あ、八ヶ谷さん前頭なんですね、今。で、バンバさんが朝日誉さん。六角さんが正気鋭さん。薬師さんが八尾島さん。富野小路さんは高瀬川さんですね。あ、バンバさんが誉さんにやられた、ね、強いですよねこのすくい投げね。確かもう一個は、ね、伊達の花さん破りましたからね。で、錦さん今日は出た二丁投げだ。あ、四条さんね、ようやく突き落とし決まりまして初日出ましたね。はい、4日目終了しましたね。バンバさんの3勝1敗以外はね、我が部屋は全員4連勝。あと4連勝は三役で今、ケイハさんしかもういらっしゃらないんですね。下位の4連勝、うわ、誰もいない。
重量はね4連勝上位陣いっぱいいらっしゃいますね。見えるだけで4人で、東崎萌さんも4連勝、四条さんね、まあ、予約したと当たり出したから今1勝3敗ですね。5日目いきます。ちょっと注意ですね、誉さんにやられちゃうかもしれないね。誉さん誉さん言ってるとね、サッカーのあの方みたいな言い方になっちゃいますけどね。はい、四条さんですね、3勝1敗の山不動さんですね。ちょっと今日は相手悪いかな。錦さんはこちらも3勝1敗ですね。お相手は荒磯さん。境町さんは時司さんですね。現在お相手は2勝2敗。柳のママさんは4連敗中の正気 A さん。で、六角さんが2勝2敗の朝日誉さん。この2勝はね、伊達のアナさんとさ、ママさんですよね。薬師さんは高瀬川さん。ごめんなさい。4連敗中ですね。で、富野小路さんが1勝3敗の八尾島さん。高山さんなんとかきっちりですね。おお、錦さんより聞いてか、新井沙さんを。六角さんは大丈夫でしたね。あ、やっぱりね、山本さんちょっと強くなってきてますよね。なんかそんなイメージがねありますね。まあ、4勝1敗とね5連勝は変わらずという形ですね。6日目参りましょう。鬼ヶ島さん坂井さんもまだね、6日目までは皆さんね回と当たるんで、よいしょ。あれ、誰か誉さんと当たってないか、今日大丈夫かな。あ、綾乃子さん負けた、武越さん勝った。四条さんは5連敗中の鬼ヶ島さんですね。錦さんは初勝ちだけさん。お相手は現在1勝4敗重量だと思う。そうなんだけどね坂井町さんは八郎方さん。こちらもお相手1勝4敗。柳のまんまさんは八尾島さんね、八尾島さんも1勝4敗で、六角さんが5連敗中の高瀬川さん。薬師さんが、あ、薬師さんが当たるんだね。2勝3敗の朝日誉さん。で、富野小路さんが5連敗中の正慶さん。まあ、さすがにね、神様はまだ大丈夫でしたね。境町さんもね、全勝キープでいい感じですね。錦さんも勝ってる。四条さん、お、勝ちましたね。はい、3日目終了。ババさんの5勝1敗以外は我が部屋は上位陣は全員6連勝、他6連勝はケイハさんだけですね。あ、回は高江戸さんが5勝1敗か。塩野美さんも大崎山さんも次回はまた小結び上がってきそうな感じですね。重量は、あ、6連勝が 1,2,3,4 人で、四条さんがね、2勝4敗では、7日目行きましょう。こっからがまた上位陣ね、忙しくなりますね。あ、いきなり六角さんとだ。薬師さんは、竹野富士さん。あ、錦さん、カイトですね。これは、頑張れるね。馬場さんが、ケイハさんね。で、富野小路さんが、あ、伊達の花さんだ。はい、四条さんは、稲田城さん、お相手は現在5勝1敗。で、次は錦さんかな。そうですね、飛天馬さん、お相手は1勝5敗。で、あ、馬場さんとね、ケイハさんですね。馬場さんが今5勝1敗、ケイハさんが全勝中ですね。おー、二丁投げを決めました。瞬殺でした。で、こちら6連勝同士の同門対決になりました。横綱六角さん、大関境町さん。
まあ判断力はね、上回ってるから坂井さんが一応有利は有利なんですよね、投げがない分ね。あー押されちゃった。ああ行きましたね。さあこれは世代交代を匂わせるね、勝ちでしょうね。で神様薬師さんは3勝3敗の関脇竹野内さん。さあ一気に追い込みましたね。でそのまま突き出し、薬師さんの勝ち。富野浩二さんは5勝1敗の関脇伊達真花さんとですね。おお瞬殺でした。突き落とし決まりました。ということで、同門対決の境町さんがね、勝ちまして、錦さんもねとったりで勝ってますね。で四条さん、ああよかったよかった、3勝目ですね。はい、ということで、まあ、六角さんがね同門対決敗れたので6勝1敗に一歩後退ですね、7連勝が我が部屋の4人のみという形ですね。では、まあ、前半戦最後にしましょう。8日目にさせて、ここでね前半戦終わらせていただきますね。境町さんがバンバさんとですね、全勝同士の一番。さあこれが多分第一関門でしょうね。境町さんは横綱を狙うための、まあ落とせない星でしょうね。錦さんが全勝キープしてるからね。四条さんは5勝2敗の若日光さん。次は錦さんですね、勝ち越しかかってますんで確認しましょう。1勝6敗玉小金さんですね。残った、いや残った、いや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 残った、いや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 残った、いやいや残った、いや。おお夜よりで返す。まだ大技を決める気配はありませんね。まさか本拠か巨体をいぞりっていうことはないと思うんですけどね。あーでもきっちり追い込んだ。そのまま寄り切りました。錦さん寄り切りで8連勝で、こちらは同門対決ですね。6勝1敗の柳のママさん、そして境町さんの正大関同士を対決。境町さんが勝てば8連勝で勝ち越し。押し合いになってるね。おお境町さんが一気に行く。おお追い込んだ。寄れるか。よったー、境町さん8連勝で勝ち越し決めました。でこちら6勝1敗同士1番、横綱の六角さん、そして関脇の桂馬さん。残った、いや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 残った、いや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 残った、いやいやいや残った、いや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 。六角さん苦戦してますね。なかなかケイハさんをあからアドバンテージ奪えないね。戻すのがちょっと精一杯かな。まあ、なんか先場所もこんな感じでしたよね。まあそれだけ、まあ、ケイハさんが力つけてるっていうことなんですけどね。わ、忍長投げはこらえたけど、そのままと寄り切られそうやね、これは。わ、押しが全く返せない。巻き返しても必死の抵抗、六角さん頑張るな。やっぱりね寄られちゃいましたね。ここで2敗目か。
はい、神様は7連勝ですね。5勝2敗の関脇伊達の花さん。さあこれ勝てばこちらも8連勝で勝ち越しですね。まあ、一応ちょっとねパラ落ちしてきてるんでね、侮るなかれと言いながらも叩き込みかで富野小路さんは3勝4敗関脇竹野内さん、こちらも7連勝ですからね。さあ神様の状態を見てね、富野小路さんも負けてはられませんね。さあ一気に追い込んで突き出し、富野小路さんも8連勝。錦さんね、寄り切りで決めましたね。さあ四条さん、ああ突き落とした、これでタイに持ってきましたね。はい、前半戦終了しましたね。8連勝が、富野小路さんと薬師さんと境町さんと錦さんで、六角さんとバンバさんが6勝2敗他をかけてきてるのは7勝1敗のケイハさんですね。あとは高隼人さんも7勝1敗カイは7勝はいないね、5勝が精1敗かなね、大国魂さんとか玉隼人さんとか徳の峰さんね、もう5番手以下になると誰もいないもんね。で、十両は大旋風さん以外がね8連勝でも早くも勝ち越しですね。東崎文字さんも7勝1敗四条さんねまあまあ頑張ってます、4勝4敗、まあ、このペースでいいです。はい、ということで前半戦はここで終了させていただきます。まあ後半戦ね、まあ条件次第では境町さんね横綱昇進あると思いますんでね、その辺含めてのねお楽しみという形ですね。では、今回はここでお開きです。ありがとうございました。皆さんさよなら。